皆様にご報告がございます。カエルの子はカエルぴょん、カエルの子はカエルぴょん、カエルパパです。タコロくんお願いします。今日ははい、ということで、そう、一例、まず一例を、まず一例をしまして、はい、ということで、今日で1月が終わります。終わりますね、はい。とともに、ともに、お世話になったウームアカデミーさんのところもね、はい、卒業しますので、ファンレター宛先が、終わります。長らくありがとうございました。本当にお世話になりました。本当にありがとうございます、ね、すっと宛先が消えてるのもあれかなと思ったんでね、一応ね、一応休止という言葉に変えさせていただいてまたね、専属になりましたら戻ってくると思いますのでね、よろしくお願いいたします。一応目標はね、自分たちの中での目標は3ヶ月間クリアできたよね。いや、そうだよ、当初目標としてた再生数よりはいけて、いけた、ほんまに奇跡的にね、うん、なんでね、これからも引き続き、まあ、頑張っていこう、まあ、目指して頑張っていきますのでね、はい、変わらず応援していただけたらなと思います。見ながら、見ながら、見ながらよろしくお願いしますってね、はい、ということでね、もう一つちょっと休止のお知らせがございまして、はい、うん、ですね、ちょっと2月の方が、うん、2月がちょっと、うん、ママが忙しすぎて毎日投稿が、うん、できないので、うん、ひとまずは木曜日を定休日としますが、なるほど、他もちょっと出せない曜日が日が出てくると思うので、2月とにかく忙しいから、2月ちょっと本当に今までしますより忙しいっていう話は、ほんまに2月ちょっとごめんなさいなので、ね、もし木曜日以外で動画が出せないってなったら、うん、ツイッターでお知らせしますので、うん、ぜひね、パパかママかね、フォローをね、概要欄からしていただけたらね、そうそう、助かります。よろしくお願いします。なんそれ。なんかサムネイルとかタイトル見て、みんな心配で来てくれてないかもしれんけど、ハイハイおじさんがすごい気になって、頭入ったかなと思って。ちゃんと伝えることは伝えたから。休止についてね、ちゃんと伝えて、行きたかったのでね、そちらの2本となりますが、はい、まあなんか詳しいことはこの後ライブが8時からありますのでね、ぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。はい、またね、もう毎日投稿がね、復活できるようにね頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、また見てね。また見てね。本日もよろしく。ありがとうございます。じゃんじゃん